ティーチャークーボー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 あさってですかよろしくお願いします、はい、ティーチャークーボーのお家に近づいてまいりました、はい、今回はどうしようかな、えー、まあその知識がねまあちょっとタイトルはあれですけどう まあ知らないって知らないって罪ですね <laughs> 知らないっていうのはうんまあ僕も知らなかったんでね偉そうに言ってますけどうん逆に知れてよかったなと思いますねうんまあそのんだろうなインターネットで稼げるんだっていうのも知れたし まあ、ビジネスを勉強する上でいろんなことも知れたし普通に生きてたらも知れなかったでしょうねなんか多くの人はこれを知らずして死んでいくわけですよねうんなんかそのなんか投資が危ないとかね株はやめとけとかねエフェクス危ないとかね、まあ、いろんな話も,それもあ、ね、仮想通貨の話もありますけどもうんじゃあその世界でね大金持ち見た時に もうほぼ投資家じゃないですか。投資は詐欺なんですか危ないですかでも世界を見渡すとほとんどの金持ちが投資やってるんでじゃあそれはどうなのかみたいなね <laughs>。久保さんそれはどうなんですかねじゃあ世界の金持ちは全員あの詐欺をやってるんですか、うん、ウ,ォウォーレン・バフェットさんは詐欺師なんですか <laughs> なんかその あれなんでしょうね多分その表面上のとしか見てないんでしょうねうんまあ確かにそのまあ投資で言うならばそのリスクもありますようんでもリスクもあるけどリターンもあるとまあそれはき起業家も一緒ですよね起業家もまあリスクありますよね絶対成功できるとは限られないわけですからじゃあその起業起業するのが危ないんだったら 日本に会社一個もないよと何だろうなこれなんか矛盾してるんですけど誰もね起業しなかったらあなたが勤める会社ないっすよ <laughs> どうですか <laughs> 誰も会社作んなかったらあなたが勤める会社ないっすよどこ,にどこに勤めるんですかって話で <laughs> な,な,な,なんかねすごく矛盾してますよねいろんなところでまあまあしょうがないんだけど でもね本当知るっていうことが本当大事ですね。なんか知るで名言ないかな知るちょ。調べてみましょうか。知る名言。知る名言。知る名言。うん。知る、知る名言。 あこれれちょっと深いいかもしれないなこの名言久保さんちょっと深いかもしれないなあこれちょっと久保さんあこのちょっと,ちょっと死は己を知る者にために死ぬあ久保さんこのこ言葉ちょっとね死は己を知る者のために死す。 これでいきましょうこれちょっといい言葉ですね。うん「立派な人間は自分の真価を知って対応してくれる人のためなら命をさ投げ打ってでも尽くすものだということ」うん「死は己を知る者のために死す」まあ、この久保さんがね、まあ、今ちょっと本ないですけど顧客のために死ぬってことですよね。 死は己を知る者のために死すこれいい言葉だなうん素晴らしいまあこういう言葉がもうな何年前だこれ何年前の言葉ですかねすげえなす,すごい深い言葉っすね、うん、知りましょうとりあえず <laughs> うんそううん まあこれちょっと難しい言葉ですけど、まあ、例えばうん大和君のまあ自分なんだろうな多分、えー、おそらく久保さんあれだと思うんですよね大和君がもし病気にかかって臓器移植をしないといけないで、えー、その会う人がいないでも僕は会うってなったら多分提供するはずなんですよ臓器。う だ本当に何だろうなその、うん、価値その価値が分かれば、うん、尽くすというかこれはまあちょっと難しいっすね、まあ、久保さんだったら分かりやすく解釈してくれると思いますけど、うん、まあちょっと話脱線しててこれもう脱線しちゃいましたよね全然違う話になっちゃったけど。 だから知知ればるるほど深くく、なななってことじゃないですかかね。みんな浅くだから氷山の一角なんでみんなその氷山のここだけ見てるんでだ投資も知れば知るほどあ深いそのす,すごい深い層があって学びもここにもいっぱいあるんだけどもだただ単純に危ない投資は危ない詐欺だってここしか見てないですよね。でもっと深い層をもし見れる知ることができるとするならばそこから学びは非常にたくさんあると。 いうとこころでまあこれも人間もそうじゃないですか人間もうん知れば知るほど逆を言うと知れば知るほどうんまあこの人って実はダメなんじゃないかとかねで最初はそのた例えばその外見がめちゃくちゃかっこいい男性がいるとするじゃないですかめちゃめちゃが外見がかっこいいとでその女性がねかっこいいイケメンみたいなねイケメンみたいな。 キャーみたいなでもその男性と付き合いますでも知れば知るほど全然かゴミ片付けないとかだらしないとか,なんかその借金めっちゃあるとかねパチンコ毎回行くとかね女遊びひどいとかねなんか知れば知るほど、うん、分かってくるじゃないですか <laughs>。 だからさしより深く知るってことが大事ですよねでより深く知って知ってこの人だってなれば本当にこの人だってなった場合まあちょっと大和君の事例はちょっと違うかもしれないですけど、うん、知れば知るほどその価値が分かるしその価値が分かったら自分の何だろうなうん。 まあちょっとまあこれ武士道のぶ武士の世界の話なんであれですけどうんまあ尽くせるというか提供できるというか例えばこれビジネスライクで言うならばビジネスライクで言うならばまあ僕はアンケートを取れって言ってるんですけどアンケートを取ってそのお客さんのことを知れば知るほど提供できるってことですね。まああ僕はあの,あの <laughs> なお客さんのためにし死なないですけど死なないけどお客さんを知れば知るほどじゃあお客さんに対して何が提供できるのかっていうコンテンツがぶつけられるわけですよでもそれ知らないと,と提供できないですよねうんう、うん、まあちょっとこれね武士道のとこから生まれた言葉なんで非常に難しいですけどま,だまあまあまあそういうことだとは思いますけどね だかっっててくるって感じです、ね、だ僕もその多分ねもう,もう絵の価値が分かってきたんですけどそう絵,の絵,絵を知ればそ,その絵を知れば知るほどその価値が分かるというかうんなんかその短編的に見たら価値がないなんかそう感じないんだけどより深くその絵をこあの なんだ感じるというか考えるというか知るというかつぼとかもそうですよねなん,なんとか焼きとかね要はそ,そこにその目の前に見えるのは壺なんだけどもその壺を作るまでの物語があるわけじゃないですかそこの壺が高いですよなんとか焼きが高いですよでも見た目はただの、まあ、焼き物なわけですよ。でも焼き物なんだけどども知知れば知るほどそこにこにの 焼きき物がででるまでの歴史だったりとかこの焼き物ができるまでその人がどういう人物だったのかとかどういうことをやってきたのかとかそういうのがもうめっちゃ載ってて価値が上がってるわけじゃないですか。だけど表面的なところで見れば百均ねっ、まあね、素人が見たら百均でもよくねみたいになるわけですよ。百 <laughs> 均でもよくねみたいになるわけですよね。 だそこの深いところを知ると本当の価値がかかるんじゃないかないいいっていう思いますよねだ,だから多分これは年取ったせいか分かんないですけど多分ね、まあ、多分壺買わないですけど、まあ、あの買,うその買うそのなんだろうな感覚は分かるようになりましたね絵を,絵を何千万何億で買う感覚だったりとか何とか焼きとかね掛け軸とか。 それを何千万何百万で買うっていうその感覚が分かるようになりましたね僕は僕は買わないですけどね買わないけど分かるようになりましたねもう、まあ、これありがたいですねものの価値が分かってきたっていう多くの人はその表面上でその価値を判断するんでうんこれはね本当ねすごく僕はありがたいなと思いますね うん、その価値を見れるようになったっていうのはうんそのははいい判断ができる人生においていい判断がこうできるようになるってことですね、うん。表面上じゃなくて価値を判断できるようになるとまあ人生においてすごく価値が判断できるから価値を得られるということは 価値をどんどん吸収できるってことですね。だけど価値を判断できないになるならば、うん、多分表面上の情報に流された終わりでしょうね。うん。だからずっと価値を得ることができないと。価値を判断できないから、あの価値を得ることができないってこと、ね、だから人生に勝てないってことです、ね、<laughs> この辺にしておきましょうか。はい。では。